熊本放送、株式会社熊本放送、熊本放送は、熊本県を放送対象地域とした、中波放送、AM 放送事業とテレビジョン放送事業を行っている特定地上機関放送事業者である。略称は、RKK、ラジオ熊本株式会社イコール1961年までの社名、ラジオ熊本に由来、 テレビは JNN 系列、ラジオは JRN 系列と NRN 系列のクロスネットである。系列新聞は熊本日日新聞、ニュース名称熊日ニュース。ラジオ局のコールサインはジョブフ。テレビ局のコールサインはジョブフ DTV。テレビ電波は佐賀県のほとんど、長崎県の島原半島等一部、福岡県の筑後地方等一部。 大分県の一部、宮崎県の一部、鹿児島県の一部、出水市、阿久根市などなどにも届いている。ラジオは全中継局同一周波数放送のため、夜間は西日本の広い範囲で聴取可能だが、同じ九州うちの RKB ラジオ北九州、中継局と同一周波数の福岡県北東部や、茨城放送ミト本局、および STB ラジオの旭川、内いルモイ、 縁別、輪っか内閣送信書と同一周波数の東日本では調子困難。一世代前のロゴマークは1984年4月1日に採用され2012年12月31日まで使われた。現在でも正式なロゴとして扱われ、車機や中継車などで使用されている。また、地上デジタル放送開始前まではコールサインも 独自の書体が用いられ、ベリカードやテレビの放送開始、終了時に表示されていた。2013年1月1日、開局60周年を機に、新たなロゴマークが略称、和文社名ともに制定されたが、ホームページ上では、和文ロゴは、初日の1月1日に、同局のページに、リンク直後、通常のトップページにジャンプする前の数秒間、 表示された同日14時30分17時39分放送の開局60周年記念特別番組お正月だよ。明日が R 告知で使われたのみである一方、元々使用頻度の高い略称ロゴは常時左上に表示されている。TBS 系列の古参局ではあるが、大株主には文化放送や日本放送が名を連ねている。 郵便番号860-8611熊本市、中央区、山崎町30番地。企業、団体は、当時の名称。出展。1951年以降、日本国内においても、民間放送局が、相次いで開局した。熊本においては、熊本日日新聞社の伊豆夫人社長が、1953年1月4日の、新年初頭挨拶において、 京都熊本の産業、文化の向上を目的としたラジオ局の設立構想を提案した。これが各方面から賛同を得られ、開局に向けて準備が進められたが、創立総会の開催予定日であった6月29日の3日、前26日に白川大水害が発生。創立総会は予定通り開催されたものの、スタジオの設置予定場所であった。 熊本日日新聞本社、休館 3F は使用できなくなった。企業、ラジオ熊本としては7月11日に登記がなされ、8月1日に予備免許交付、9月18日より試験電波を発射し、10月1日に熊本市池田から本放送を開始、開局した。完成が遅れていた熊本日日新聞社のスタジオは10月27日から使用を開始した。 熊本日日新聞が営業、宣伝面においても密接に関わっていたことから、ラジオ開局当初は、RKK のことを、熊日ラジオ、すなわち、熊日新聞のラジオ部門と県民に認識されていたというエピソードがある。日曜深夜、月曜早朝を除いて24時間、日曜深夜1時30分終了。月曜早朝5時開始。その他の曜日は5時起点。 大規模工事が生じる場合は変更のこともある。2015年8月から11月の間は、西郷思想新書大規模工事のため、放送終了時刻が0時30分に変更されていた。ただし、中島みゆきのオールナイト日本月1放送時は3時に放送を再開する、工事期間中で作業を切り上げて放送される。プロ野球開催時には、ナイター中継が入ってくるため、 当然年度の前半と後半では番組編成が変わってくる。そのためここではプロ野球開催時は2010年4月5日から9月まで放送される番組、非開催時は2009年10月から2010年4月4日まで放送されていた番組を取り上げる。また、ここで取り上げる番組は RKK で制作されたものである。 RKK モーニングダイヤル。RKK オータグロ一のモーニングダイヤル。RKK 暮らしのラジオ。アナログテレビ放送は、2011年、平成23年7月24日に放送終了。2018年3月29日現在、他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 多数以下のケーブルテレビではテレビが、区域外再放送されていた。 ふとじは、デジタル完全移行後も一時実施していたつぼね。RKK ラジオのラジオカーの名称は、ミミィー号、リポーターのことを、ミミィーキャスターと呼称する。現在4名が在籍している。熊本放送は、JNN フルネット局のため、水曜19時台を除くゴールデンタイムをはじめ、スポンサー付きの TBS 系列の番組は原則、ネットしているものの、王様のブランチ。 第2部やサンデージャンの前編と時事放弾2004年4月以降毎週日曜日の早朝に放送されているリメイク版は放送されておらず自主制作や他系列の番組やブロックネット番組に差し替えているケースがたがサタデーズバット現在の上田深夜のサタデージャーナルは同局で2013年4月6日より前編フルネットを開始した近年では テレビ熊本と並んで、熊本県におけるテレビ東京系番組の主要受け入れ先となっているが当局が一番多い、かつては特が一番多かった。公式サイトには TBS や毎日放送と一緒にテレビ東京のバナーも貼られていることから、その関係の深さを伺い知れる。また、日経スペシャルガヤの夜明けや日経スペシャルカンブリア宮殿といったテレビ、 東京系列で放送されている、経済ドキュメンタリー番組や一部バラエティ、番組などを放送している。テレビ、東京系列で月曜日、金曜の18時30分19時に放送されていたバラエティ番組、スキバラ放送枠の番組を、熊本では、すべて RKK で放送していた。なお、もともとスキバラ枠だったが後に、ゴールデン枠に移行した、ミリオン家族もネットしていた。 ただし、論文の解決。トリックスターは2007年10月までは、テレビ熊本でネットしていた。大晦日元旦朝までの CDTV スペシャル、年越しプレミアライブは、深夜1時で飛び降りることもあった。特に2012年の CDTV スペシャル、年越しプレミアライブ2012-2013、正確には201年1月1日未明では、 スマップの曲の途中で放送を飛び降り、その後、テレビ、東京製作の、今年も生だよ4時間笑いっぱなし、伝説100周年最も売れる吉本ナンバー1、芸人は誰だを放送するという編成内容に、苦情が殺到した。これが影響したのか、翌年以降の CDTV 都っ越しプレミアライブでは最後まで放送するようになった。クリームシチューの故郷が、熊本県でもあり、 最近では、ボケの有田鉄平が出演している、有りなしあり県、ゴールデンスタジアム、テレビ東京では土曜深夜をネットしていた。深夜帯でも一部の深夜アニメ、過去には、精霊指定都市を持たない、JNN 系列局としては、唯一、一部の作品を除いて、毎日放送深夜、アニメ枠のレギュラーネット局となっていたや、UHF アニメ、 週2本の映画を放映する等 TBS 系列の枠にとらわれない編成を行っている。一部には自主制作番組も存在する。以上の点から RKK テレビの編成は地方の4局地帯としては独自色がかなり強いものとなっている。以前よりローカル編成に強かったこともあり、現在でも昼夜問わず自社制作番組の本数が多い。 その影響からか、おぎうえちきセッション -22、オールナイト日本オールナイト日本0、0のうなオビワイド番組を除き、キー局番組の購入本数は、他県のつぼねと比べても、かなり少ない。アイドル系の箱番組や、アニラジも1.2本ネットしている、林原めぐみの東京を分ギナイトなどだけで、ほとんど放送されていない状況である。 UHF 中継局が広まる1960年代以前は佐賀県南部では熊本の放送を受信するのが一般的で RKK11CH と NHK 熊本放送局総合テレビ QCH 教育テレビ現 E テレ 2CH を視聴するのが本だったが1970年代以降は在福局福岡県域局受信が一般化した 実際、1960年から1974年まで、RKK は、佐賀市局を設置していた。佐賀市局は、佐賀県と福岡県筑後地方の報道取材と、広告営業を主に行っていた JNN では、佐賀県の報道取材は現在 RKB 毎日、放送が行っている。アナログ派の時代は、佐賀県の9割以上の地域や長崎県。 島原半島地域、福岡県筑後地方、鹿児島県泉市周辺などで RKK のテレビ放送を視聴することが可能だったが、これはテレビ放送開始前の1957年12月に有明放送を吸収して将来的に有明海一帯の放送を狙っていたことの名残である。佐賀テレビ、STS が開局するまでは佐賀県の広報番組は RKK で放送されていた。全国高等学校ラグビーフットボール大会の佐賀県大会の決勝戦は、1990年代まで RKK が中継した、その後中継大縮小まで RKB 毎日放送へ引き継ぎ、STS ではこの大会を中継していない。なお、全国高等学校野球選手権大会の佐賀県大会は民放で放送なし、 全国高等学校サッカー選手権大会の佐賀県大会は福岡放送 FBS が担当している。アナログテレビ放送の終了まで福岡派と共に佐賀県の半数以上のケーブルテレビ局で RKK の再送信が行われ道県南部地方では久留米9000部山中継局佐賀日野愛山親局と共に熊本親局の近邦山に向けて VHF アンテナを立てている世帯が多かった。一部には、同一方向に UHF アンテナも立てている家屋も、あり。また、山陰になって急線部山や日の Y 山の電波が、届きにくい。佐賀市や神崎市の一部では、熊本屋局、近峰山や在福局の大牟田中継局、天城山を狙って、アンテナを向けている場所がある。一方で、福岡県大牟田市に接する荒尾市周辺では、 大牟田中継局向け UHF アンテナと熊本親局向け VHF アンテナという組み合わせも多く見られる。つまりは熊本親局向け UHF アンテナを設置していい。これは大牟田、荒尾漁師が歴史的にも密接なつながりがあることや荒尾氏の生活圏が福岡寄りになっていることが大きな要因とされている。 RKK をはじめとする熊本各局のデジタル派も佐賀県南部まで届いており、テレビ放送を視聴することはできるが、2011年7月24日までの時点で従来からのアナログ派との渾身により一部のぼねを除くあまり移りはかんばしくなかった。ケーブルテレビのデジタル再送信については従来エリアとしていた。 有明海沿岸地域についてのみ個別に許可を出していたがデジタル化で創出媒体が他局他社と同一条件になるため今後特など他社の反対により取り留めになる可能性も残っていた結局佐賀県内の業者は RKK のデジタルテレビの再送信を行わなかったまた先日の長崎県のケーブルテレビ2社は地デジ以降後も 再送信が行われていたが、加入者の意向もあって、順次 RKB に切り替え、2013年春には、RKK の区域外再放送を行う、ケーブルテレビ局は解無となった。RKK のラジオ放送もテレビ同様、佐賀県を含む割明海沿岸一帯で、聴取可能である1、1 1 9 7ヘルツなお、NHK ラジオ第2放送も佐賀県や、 長崎県島原市には中継局を持たず、熊本放送局受信 873kHz 扱いとなっている。RKK ラジオのワイド FM91.4MHz も佐賀県を含む割明海沿岸一帯で聴取可能である。RKK のテレビやラジオのローカルワイド番組には熊本県内だけでなく、県域を越えて、 周辺各県からのメールやファックスが多数届いている。2010年以降は、一部のラジオ生放送において、ユーストリム同時配信が行われるようになったため、九州内各地のみならず、全国各地から投稿が寄せられることも多くなった。2011年8月には、古代山城サミット山が、菊池大会プレイベント、放火のろし、リレーをユーストリム配信。 福岡県が財布から熊本県マリ地上までおよそ100キロを放火、のろしでリレー、その模様をカメラ11台を使ってライブ配信した。ユーストリーム以外のソーシャルメディア展開も行っており、サイトで紹介している。2009年7月の熊本日食ライブではツイッターを連動し、JNN 系列の中でも全駆的にソーシャルメディアの検証をスタートした。 2010年11月には RKK とフロンティアビジョン株式会社で制作したツイッター運営番組支援アプリツイッター R が第14回 JNN 技術賞で最優秀賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。